こんにちは。原発ゼロまであと15日。今日は山本太郎さんがドイツで取材してこられた核の廃棄物の処分の方法の状況の、トークと、私が、去年ドイツに取材に行ってラインスベルク原発で、取材して提供してもらったドイツの廃炉のシーン、今見ていただいている映像を見ていただきながら、核をどうやって片付けていくのかということを日本でも進めていきたいなっていうことをテーマにお話ししたいと思います。ドイツでは70年代後半から廃炉が始まり、現在22基の原発が廃炉作業中ですけれども、それらは、ドイツの場合は電力会社が所有している原発に関しては電力会社の費用で、廃炉しているんだけれども、国有の原発に関しては、税金を投じて廃炉を行っているそうです。このラインスベルク原発では1基小さな原発なんですけれども、1基660億円かかって70年間かかるということで作業が進んでいるそうです。 EWN 社というドイツ国営の原発の廃炉作業をすべて行っている、EWN 社の広報の方にお話をお聞きして案内していただきました。またドイツではどういう手順で廃炉を進めるのか、どの原発に、どのぐらい核燃料があるのか、使用済み核燃料が何本あるのか、使用してないものが何本あるのかということをドイツ放射線防御庁が、情報公開をしています。そしてそれをさせる国民の運動があります。日本の私たちも核のおしまいの方に目を向けながら、どうやって片付けさせるのかというふうに議論を進めていけたらいいなと思います。というわけで、山本太郎さんのお話をお聞きしたいんですが、その前に簡単に説明すると、ドイツではその廃棄物、22基の原発から出た廃棄物を中間処分場に置いているのですが、ゴアレーベンという地域に最終処分場を建設を行っていました。2440億円ほどの予算をかけて、土地を決めて600メートル地下に使用がある地層に埋め立てていこうという計画をやってたんですけれども、使用の地層というのは埋め立て始めると水浸しになってしまうということが分かって計画が頓挫しました。そして住民運動が盛り上がっていたこともあり、政治家たちもだんだん方向性を変えて、今年の6月に発熱性放射性廃棄物最終処分場施行のための立地の探索と選定並びに関係諸法の改定に関する法律が制定されました。そのため、これはですね、ちょっと長すぎるので、メディアでは核のごみ最終処分場立地選定法と略されているそうです。で、これからドイツ全土でどの地層が一番核の処分にいいのかということを調べていくそうです。というわけで、山本太郎さんのお話です。広瀬隆さんと重要なドイツ、絶対核のゴミの処分どうなってんのってことを見に行ったわけなんですよ。で、見に行ってどう思ったかっていうと、もう適当でした。ドイツでさえも、ドイツがですよ、原発、ね、原発のことに関して僕たちある意味この運動のやり方だったりとかっていうところからいろいろ学ばせてもらったわけじゃないですか。だとしたらこの核の処理の仕方っていう部分に関してもいろいろ勉強になることが多いだろうと。で、幸せの鳥を見つけに行こうって広瀬さんが言われてたんですけど、行っても愕然とした。要は処分どうするんですか。地層処分します。大丈夫なんですか、地層は。大丈夫なんです。大丈夫大丈夫ってその連続なんですよ。で、実際どうなのっていろんなところ見に行ったら、やっぱり水とつながったりとかしてるんですよね。もともと地層処分、要は水が来ないところ、水と混ざっちゃうとその危険な物質が生活圏にまた戻ってきてしまう可能性が高い。水とつながるってことを絶対に避けなきゃいけないのに、地層処分をして結局水とつながってしまった。要は今まで水が流れてきてこなかったところに人間が穴を掘っていって水の通り道を作っちゃったってことですよね。でもそれでも安全だって言えるんですよ。でもドイツの
ドイツ市民はそれをまた覆させたんですよ。白紙撤回させた。もう決められるっていうところまで来ちゃったんですよ。それはそうですよね。もう何十億何百億っていうお金をつぎ込んできて、この最終処分のことに対して、ね、動いてきたことに対して、もう国としてはそのまま推し進めたい、電力会社もそのまま推し進めたい、けどそれを市民が覆したんですよ。冗談じゃない、ここに埋めさせないっていうことを決めたんですよね。で、まあ、結局どういうふうにしてるのかって、何にも科学的なことが何にもないんですよ。地中に埋めて蓋しちゃえ、その後モニターとか何もしないんです。どれぐらい漏れ出してる可能性があるかとか、そういうこと一切調べないんですって。要はもう人間が分からなくなるだろうって、地中に埋めたら見えなくなるから安心、なんか安心できないみたいな、そういうすっごい子供かよみたいな、子供でももうちょっと上手に隠すわみたいなやり方ですよね。すごいんです。で、とにかくあの人たちが、ドイツの人たちが言うことは、あの ドイツのね、放射線防護庁、この例えば廃炉であったりとか、この核の問題、核のゴミの問題ってことをあのやる役所なんですけど、放射線防護庁の人たちは大丈夫なんだって。で、広瀬さんが追求しまくって、結局広瀬さん嫌われましたからね。最後の大ボスに会いに行くっていうところで、大ボスが逃げましたから、その内容が全てこの DVD に入っていると。はい、そういうことです。あの必ず見てください。あそこで売ってますから、あとで休憩の時に。ありがとうございました。今さん、あれです。これを見て、皆さんで回していただきたいんです。周りの人に聞いてもらって。そしてこの一番最初のオープニングのところにあった、はい、要は原発推進をするっていう人たちにあの尋ねると、核のゴミはどこにするんだってことを決めてからそのことを言えって話なんですよね。必ず言わせましょう。ね、言ってないんですよ。言わないでなんで原発を動かすんですか。どうするんですか。これ最大の問題ですよ。それが今さっき大下さんが言った6カ所の問題になってるわけです。